そうですね、オシカ全体で考えますと、まあ、水産が先ほど言いましたけど 70% を7割が水産で暮らしているというふうなこと、ただここは、東北三大霊園といいまして金華山、まあ、金華山といいますと名高い、そうですね、親千代と黒潮がぶつかり合う世界三大漁場というのがございまして、大変その漁場が広く、そして何よりもやっぱり、ここが産業で栄えたというのは捕鯨です。今から約130年ほど前に、商業捕鯨基地としてこちら鮎川港地にですね、当時、中枢社が、会社を立ち上げまして、そこからどん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 なりわいといいますか、人がどんどん入るようになりまして、まあ昭和の30年代は1万5千人ぐらいの人口というふうなことで大変にぎわってたというふうなところでございますね。まあ、現在においては、まあ、いろいろな IWC、まあ、いろいろな規制からですね、まあ、商業捕鯨は全面禁止というようなことから、まあ、沿岸小型捕鯨が、少しですけども、まあ、ここは実施はしておりますが、まあ、当時に比べると人口も4000人を割ったというような状況でございますね。まずここは半島でございますので、その半島の各集落というのが沿岸沿いに位置しております。で、その沿岸沿いに県道がございますので、全てそれが封鎖されたような状態、つまり陸の孤島というような状況になったために、物資あるいはそういった支援というのはかなり遅れたというふうに考えております。まあ、ここの地で言えば、ここ鮎川地区で言えば、やはり、1週間ぐらい経ってからですね、そういった物資支援が届くようになってきたというようなところでして、食べ物をみんなで分け合って、被災から免れた、津波から免れた方々が持ち寄って、避難所でみんなで、なんとか生活といいますか、食べて暮らしていたというような状況でしたね。はい、はい。金華山はですね、まあ、詳しくは、金山彦の神、姫の神というふうに、2つの神様がいらっしゃいまして、金金山神社というふうになっているわけでございまして、まあ、3年続けてお参りすれば金に不自由はさせまい住まいというふうなことで、ね、まあ、家内安全も含めてですね、そういった意味で全国に信者さんがいらっしゃるというふうなところでございます。それから五大弁天の一つ弁財天がここ金華山にも祀られているというふうなことから、やはり弁財天、水の神様あるいは音楽の神様というふうなことからですね、こちらも全国から、はい、訪ねてといいますか、弁財天さんにお会いに来るというふうなことでご来山される方々も少なくございません。まあ、そういった中で、この震災後もですね、今日現在で約1万2000人ぐらいの方が、はい、参拝に訪れてきているというふうな状況でございます。まあ、そういったところから、まあ、震災で、震源に一番近かったけれども、お宮については多少傷んだものの、ほとんど無傷に近かったというふうなことから、やはりそういった、神社をですね、ぜひ参拝をして、それでまた、家内安全、無病息災をというふうなことで訪れる方々も、少しずつですけども、また戻りつつはございます。まあ本当に四季折々の食材というのはございますけども、やはりここに来て食べていただきたいというのは、やっぱ本営の町でございますので、ぜひ、鮮度のいいクジラのお刺身を食べていただきたいというふうなこと、それから合わせてやはり、ここは海の幸も大変豊富なところですので、そういった生物もですね、そちらのれん街の方で、料理屋さんございますので、ぜひ食べていただければなというふうに思っております。まあ、見どころといたしましては、
そうですね、当然その金華山というところに行っていただければなんですけども、まあ、あの金華山の島の方に渡らずも、ここには五番所公園というふうな非常に眺めのいいところがございますので、まあ、こちらの方もですね、太平洋を一望できるというようなところでございますが、今、まあ、修復に向けて復旧作業をしているところですので、まだ安全にお迎えするところではございませんけども、はい、ぜひあのこちらにお立ち寄りになった際にはですね、そういった食べ物と、それからそうですね、太平洋を一望できる五番所からの、その眺めというのも一つこう、